河野梅霊肖像、河野梅霊明治28年2月2日は、江戸時代末から、明治初期の日本画家。縄縄豊、陽名は角三郎、字は思え順、郷は梅霊、他に、うぐいす夢、長安堂、清流館、六流北保など多数。高河元年3月3日、新町市場下がるにおいて、金国貸付業を営み、市内6県の町奉行の一であった。 安田志郎表への第四子として生まれる。加英5年、売礼9歳の頃ロ山派の中島来将の門に入門する。この関係は、死の来将の許しを得て、塩川文林の門に入門する明治4年までの約20年間続く。普通、売礼の特徴といえば、代表作とされる、大釈子三十図や、終日たや図から推察される、教育的にして、 知性と感情が調和したような作風を指すのが一般的である。しかし他の作品を見ていくと、それらから逸脱する叙情的な作品も見られ、重厚緻密とも言える。また、初期の頃は演算派の中島来生に約20年もの間支持していたこともあり、演算派の影響を多分に受けていると考えられ、単なる史上派の後継者とみなすことはできない。しかし、 市場派の主流を受け継いでいるのも事実で、彼の作品群にもそれが現れている。バイレーは画家というよりも教育者として名高く、貢献も大きい。バイレー自身もそれを自覚していたようで、様々な逸話が残っている。若いバイレーがあるとき、K、で外れることがないと評判の感想家に、俺は日本で一流の画家になることができるか、と尋ねた。すると、その感想家は、 気の毒だが、一流の絵師にはなれない。しかし、二流の絵描きにはなる。そして、お前さんが育てたものの中から、天下一流の絵描きが必ず出る。だから、弟子を育てなさいと答えた。それを聞いたバイレイは、自分が一流の画家となれないのは残念だが、これも天運ならば、仕方がない。俺は師弟を教育して、天下第一流のものを作り出してやろうと決意したと、言う。 後年、弟子たちにこの逸話を話し、俺は、お前たちの踏み台なのだから、遠慮なく、俺を踏み台にして、俺よりも、偉いものになってくれなくては困ると言って励ました。また、その場その場に応じ適切な指導したエピソードも多い。門人たちが、女の話をしていると、その女のどこが美しかったか言ってみろ。ただ美しいと思うだけでは絵描きになれない。 どこが美しいか研究しなければいけないと里し、弟子が庭掃除をしていると、そんな履き方をしたら、六章では村になるぞ。どこから初めてどう履くか、最初に目的を決めて、順序を目で測ってやれと注意した。火事が起こり、門人が慌てて見に行こうとすると、写生帳を持ってきたか、いえ、持って参りません。写生帳を持たずに出てきて何になる。早く持って行ってこいと説いた。 厳しく徹底的に基礎教育をする代わりに基礎ができたら自由にさせていたようである。また常に門弟たちを引き立たせるようにしていたようでもある。門弟が少し慢心していると絵の批評も通列にやるがやや悲観しているものがあるとつたない絵でも褒めてやり、その差じ加減が絶妙だったという。バイレイ四天皇、バイレイ文の皇帝四名を指す。具体的には 以下の4人、並びは、生都市順。その他もちろん、バイレイ4天皇以外にも弟子はいた。具体的には、以下の通り、同じく、生都市順。より抜粋、引用域メディアコモンズには、こうなバイレイに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。